地獄少女は2005年から2009年にかけて第1期から第3期までが放送され2017年に第4期が放送されたテレビアニメ。憎い人間を地獄へ送るミステリーホラー。また、それを原作にした永遠光の漫画、テレビドラマ、ライトノベル、コンピュータゲーム、映画などを含むシリーズ作品の総称。なお、 以降の記述において特に断りなき場合、原作であるテレビアニメシリーズの略称を下記の通りに略す。また、ドラマ版とはテレビドラマ版の地獄少女のことを指す。オープニング動画より基本的なコンセプトは時代劇必殺シリーズの方で裁けぬ、晴らせぬ恨みを依頼者から引き受け、成敗するというものである。これについては、 制作側が語っているほか、オープニング時の背景、ナレーションや、エンディング直前の場面で依頼人の名前が書かれた、ろうそくに火が灯り、あなたの恨み、晴らしますという、ナレーションなどからも、影響が伺える。ただし、依頼人自身も死後にその代償を受け、地獄へ落ちるという本作独自の設定がある。そうした作風について、制作側は、人を呪わば、 穴二つの言葉のように、依頼者の人の命を奪うという診断成就には、それ相応の罰が必要であると語っている。オープニングでは、川辺教材の地獄絵が使われている。本作の企画自体は2003年頃から存在し、世に出そうと作が練られていたが、内容が、憎い相手を地獄流しにするといった過激な要素が、基本にあることや、原作に漫画がない。 オリジナルアニメの企画が通りにくい、当時の日本のアニメ市場の構造的問題もあり、企画の進行は停滞していた。最終的に、あるスタッフが講談者の仲良しの編集者と会う機会を得て、この企画の話をしたところ、編集者が興味を持ち、テレビアニメ化に先立って漫画家が決定する。その後、アニメ企画も息を吹き返し、地獄少女という稽古なキャラクターは、 世に送り出されることとなった。その後、大森隆博を監督に迎えて制作され、主役の声優には、野戸真美子が起用された。アニメとして、プレゼンテーションの末に毎日放送などで放送することが決まった後、2005年10月より放送が開始され、半年間にわたる放送は各局とも大ね好評のうちに終了した。 アニメとしての地獄少女4作の放送に関する詳細は概要を参照。アニメに先行し、永遠校の作画で講談者、仲良し2005年11月号から漫画家作品、地獄少女が連載開始された。ファンシーな少女たちが描かれる明るい作風の目立つ仲良しにおいて、連載作品陣では異彩を放ちつつも、相応の人気を獲得し、当初は、 各月連載の予定だったものが2006年1月号より、毎月連載となり、全員9巻が刊行された。第1シリーズの完結後は、アニメ第3期、3カ苗を原作とする、第2シリーズ、新、地獄少女全3巻を経て2009年9月号より、漫画オリジナルの、第3シリーズ、地獄少女 R が2013年4月号まで、連載された。また、 本編と合わせて、本作とは、離れた、都市伝説を題材にした、アンソロジーコミック、地獄少女、マイセレクション劇コアストーリーも、全13週が刊行された。2006年11月4日から2007年1月27日まで、実写ドラマ版、地獄少女が、日本テレビと静岡第一テレビで放送された。放送開始にあたり、ドラマ版で、 和ー道を演じる小倉久弘がアニメ二ゴのナレーションを担当。また、アニメで各キャラクターを演じた声優がドラマ版に出演するなど、アニメと連動した試みも行われた。また2007年に入り、エンターブレインとホビージャパンの2社から立て続けに、ノベライズが発行されることが発表された。オリジナル作品だけでなく、 ゲームやアニメの小説家作品を多数手掛けるアモウ、イサゴヨルが、ファミツ文庫版を、本作で脚本を手掛けるコウマキが、HJ 文庫版を、それぞれ手掛けており、2008年には、石崎洋二が、仲良し文庫版を手掛けている。二カゴ放送後には、地獄少女のキャラクターを使用した、携帯電話用パズルゲーム、地獄少女パズル玉の配信が、 開始2007年9月にはオリジナルシナリオのアドベンチャーゲーム地獄少女主活らが発売2009年9月には参加絵のオリジナルストーリーを原点にしたアドベンチャーゲーム地獄少女未応援が発売された2016年には舞台版作品が上演され2019年秋には実写映画作品が劇場公開されたそれぞれ詳細は 舞台や映画を参照。強い恨みの情念を持つ者が深夜0時ちょうどにのみアクセス可能となる架空のウェブサイト。Google 検索のようにシンプルな画面構成であるが代役を用いてのアクセスには応じないという高い人物認識機能を持つ。また、全く恨みを持たない人物にはウェブサイトへのアクセスはできない。このサイトの存在を知る方法は 都市伝説の噂などで人捨てに聞く者も,もいれば、インターネット上の検索サイトで関連する語句を検索することにより、リンクを見つけるものなど、様々である。このサイトにおいて、地獄へ流したい人物の名前を入力して、送信ボタンをクリックすることにより、恨みの対象人物名がエンマアイコト地獄少女の、所有する、パーソナルコンピューターに届き、 地獄少女との接触が成立する。送信ボタンを押した直後、愛が依頼人の部屋へ現れることもあれば、逆に彼女のいる場所へ依頼人が飛ばされる場合もある。送信ボタンを押して送信が完了されるまで、カーソル付近に表示されるロード表示は、2カゴまでは Windows XP 前と同様の砂時計だったが、3カナエからは、 Windows Vista 7と同様の円アイコンが表示されるようになった。その歴史は古く、起源は、安土桃山時代後期まで遡れ、江戸時代中期頃には、存在が、作中の文献で確認できる。地獄少女との接触を図る方法も、インターネットの誕生以前には恨みを持つ者が、新聞の尋ね人欄の空白欄を見つめると、 浮かび上がってくる宛先へ依頼の手紙を書き、郵便ポストに投函することで、地獄少女と接触を図れるという方法が取られていた。映画版の設定では、インターネットのない昭和時代には、新聞の求人広告を頼りに電話で依頼しており、本気の恨みがなければ電話がつながらなかった。また、地獄少女が活動を開始した安土、桃山時代後期から、 江戸時代前期にかけては、地獄絵馬と呼ばれる、真っ黒な絵馬の裏に、恨みのターゲットを書き、それを神社に奉納させることで、ターゲットと接触を図っていた。依頼人がターゲットを特定できなくても、地獄少女側は正確にそれをあり出し、引き受けてもらえる。中には、無罪のターゲットを、自分もろとも地獄に流す者も,もいるが、これも古くから時折あることだとされる。だが、 地獄少女側が引き受けるターゲットは一貫して一人のみであり、何度も利用したり、複数のターゲットをまとめて地獄に流したりすることはできない。ターゲットが依頼人の現影であっても引き受ける場合があるが、依頼人が死者、ターゲットが地獄へ流す前に死亡、本来の依頼者の代理人によるアクセス、ターゲットが3割のうち誰かといった場合は、依頼を取り消されることがある。 また、地獄少女側にもある程度は裁量の余地が委ねられており、通常なら引き受けていたような依頼を断ったり、依頼人が意図をほどくことを引き止めようとしたりすることも、ある。ただし、依頼者や、依頼内容を選ぶことはできない。アニメの作中で、円前が使用するマッキントッシュ128、系世間では、ある都市伝説めいた噂が流れていた。 午前0時にだけアクセスできるウェブサイト、地獄通信に晴らせぬ恨みを書き込むと、地獄少女が現れて、憎い相手を地獄に流してくれる。しかし、その噂は真実だった。恨みを持った者が、地獄通信に書き込んだ直後、依頼者の前にセーラー服を着た、長い黒髪に赤い瞳をした、地獄少女、エンマイが現れる。愛は、依頼主に、 契約の証である藁人形を渡し、人形の首にかかる赤い糸を解けば、契約は成立し、憎い相手は地獄へ流されるという。ただし、その代償として、自分自身も、死後は、地獄で永遠に苦しむことになると告げるのであった。依頼者は、その糸を解いて、恨みを晴らすのか、それとも思い直して踏みとどまるのか、葛藤の中で決断を迫られる。 契約が執行される際には、エンマ愛に突き従う、サンワラの一目連、骨女和ン道ワニュードラが現世での罰を与え、最後に、地獄少女により、地獄流しが行われる。詳細は、地獄少女の登場人物を、また、各話の登場人物については、各話リストも参照。川辺教材の、地獄絵図、エンマ愛とサンワラのシルエットをはめ込んだものに、 女優や俳優によるナレーションを加えたアバンタイトルが披露された後オープニングタイトルが開始される。ただし参加前のみアバンタイトル後に本編の一部を挟んでからオープニングが開始されるという若干の変更が加えられている。後ろに書きのないものは4作共通を示す。上記以外の音楽に関しては地獄少女オリジナルサウンドトラックシリーズを参照。 上記のほか、2011年7月3日から同年12月25日まで ATX、2021年7月5日からカートゥーンネットワークでもそれぞれ放送された。上記のほか、2012年1月1日から同年6月24日まで ATX、2021年7月27日からカートゥーンネットワークでもそれぞれ放送された。 上記のほか、2009年9月4日から2010年3月5日まで、テレタマ、2012年7月4日から同年12月26日まで、ATX、2021年8月18日から、カートゥーンネットワークでもそれぞれ放送された。上記のほか、2019年10月4日から同年10月8日まで、アニマックスでも放送された。以上のほか、 2015年9月からは、ファミリー劇場で、第1期第3期の4ヶ月連続放送が行われた。また、2017年7月からの第4期の放送に、合わせて、再び第1期第3期の放送が行われた。すべてアニプレックスから発売。3カラへの放送記念特別番組。出演者は、インパルス、関明夫。 中村つよし、山本あずさ、AKB48、よいとぎの放送記念特別番組。出演者は、野戸真美子、松風雅也、渡田美咲、渡辺博史、たなかな。参加内では、ビッグローブとのタイアップを実施し、ビッグローブストリームでは、本編だけでなく、本編放送開始前には、各種インタビュー動画やプロモーション動画を、本編には、 特別映像として反省会が配信されている。また特設サイトでは各種投稿や投票企画、グッズ販売、プレゼント企画、音声合成サービス、声ラボでの愛の声を合成するサービスなどを展開することになっている。参加内の放送に伴い公式サイトでインターネットラジオ番組、地獄配信が配信された。 パーソナリティはエンマ愛役の野戸マ美子。番組のエンディングテーマは、参加なへの主題歌を交互にしよう。奇数回では、オープニングテーマ、ガツカツキ花マイナス、玉数回では、エンディングテーマ、一抜けがそれぞれ用いられた。2016年11月9日から11月13日まで。 東京都渋谷区の CBGK 渋劇で上演。2019年11月15日に劇場公開された。監督、脚本は、呪い、貞子 VS 杜矢氏、不能犯を手掛けた白石明氏が、主演は貞子 VS トギア氏から久々に彼と2回目のタッグとなる玉木ティナがそれぞれ務める。基本的な設定はテレビアニメ版に準じているが、 物語は映画版独自の内容となっている。制作2018年9月13日に制作が発表された。白石は原作の持つエネルギーに負けず生まれようとしている映画が健やかに暴れまくって世に放たれるようにしっかりとサンバの役目を果たしたい。ホラーの要素もありますが美しさと悲しさと凶暴さが同居する青春映画、いわば 私なりのキラキラ映画です。主人公の円舞愛を演じる玉木は、原作は、私の世代では知らない人がいないくらい有名。最初お話をいただいた時は、驚きの方が強かったのですが監督の頭の中に、ある、地獄少女を深く共有して、いい作品にできるように頑張りますと、それぞれコメントしている。 三輪らのキャスティングについては、白石の強烈な存在感が必要不可欠だったとのこだわりの、もと、骨女には堂々とした佇まいと、セクシーさから橋本奈美、和牛道には、その存在感と、オーラからマロ赤字がそれぞれ起用されたほか、一目レンにはオーディションを経て、白石の、パッと見、ゾクッとさせるような、鋭さのあるビジュアルが欲しかった。彼を見たとき、 ぴったりだったとの評価により、ガクかけるが選ばれた。なお、現場撮影の際にはマロによる歌唱シーンや橋本によるキスシーンも撮影されたが、映画本編では全てカットされている。玉木は小学生当時に漫画版を読んでおり、本作では愛を演じるに際し、のとまみこの演じたテレビアニメ版の愛を参考にして声を作ったほか、 撮影中には瞬きをしなかった上、コンタクトレンズを装着していたことからもカットが、かかるまでに目が乾いていき、視点が合わなくなっていったという。映画版オリジナルキャラクターの一人である、南条遥を演じる、二村さよりへのインタビューによれば、撮影は2018年秋に行われたそうである。ニムは、オーディションの際に、中森明菜の、少女、A を歌って選ばれており、 演技については同じく映画版オリジナルキャラクターの一人である市川美穂を演じる森7歳から引き出されたところもあったほか歌へのコンプレックスを克服したライブシーンについては白石のこだわりも重なりに3日かけて撮影したので見どころだという。なお白石は音楽的要素を加えて本作の世界観に厚みを持たせようとこのシーンを撮影。 編集したことや歌で物語を止めないことが重要であることを劇場公開後にコメントしている。森は小中学生当時にテレビアニメ版や漫画版をよく見ており、オーディションの際には実写映画化に驚いて愛を誰が演じるかが気になったほか、美穂を演じる際には親友のために美穂の人生が狂っていくところは理解できないと思っていたが、演じていくうちに、 自分も人のために狂うことができたことに驚いたという。プロモーション2019年7月1日には、公開日が同年11月15日に決定し、特報映像とポスタービジュアルが解禁された。同年8月22日に愛と三ンのビジュアルが公開された後、同年9月13日には、本予告が解禁され、本。 ポスタービジュアルと主題歌情報が公開された。2019年10月8日には、新宿バルト9にて、完成披露試写会が開催され、舞台挨拶に、愛役の玉木、美穂役の森、春香役の二村、三栗やさない役の大場美奈、薪役の藤田富、監督の白石が登壇したほか、当日に22歳の誕生日を迎えた玉木には、 黒と赤で彩られたバースデーケーキやテレビアニメ版のキャラクターデザイナーの岡マリコによる愛の描き下ろしイラスト色紙が贈呈された。2019年11月13日には早ナに無数の手が襲いかかる場面をはじめとする戦慄シーンを収めた場面写真が公開されたほか映画版の愛とテレビアニメ版の愛が同時に決め台詞を言うコラボ映像が YouTube にて解禁された。2019年11月16日には、新宿バルト9にて、公開記念舞台挨拶が開催され、舞台挨拶に、玉城橋本、岳駆ける、森、新村、大場、藤田、白石が登壇した。2019年11月23日には、森の演じる美穂が、藁人形の糸を引こうとする、 本編映像が YouTube にて公開された。出演スタッフ評価ネットラボによるレビューでは、やばい女が出てくるところが最高、女性を人間として描いている、ホラーが苦手な人でも楽しめる、器の大きさを感じるなどと評されている。いずれも製造、販売元は、富士商事。一時資料、または、記事主題の関係者による、情報言語の記事は、 以下のカテゴリーでも参照できます。地獄少女二カゴに関するカテゴリー。地獄少女三カ内に関するカテゴリー。地獄少女酔いとぎに関するカテゴリー。ありがとうございます。